と手術をまとめー。はぁ、あ、はぁ、あ、もう3日も何も食べてない。この際何でもいいから食べちゃおう。割り箸か。割り箸食うのはさすがにな。てかなんで割り箸が危険度 5% しかないんだよ。さすがに2割くらいで死ぬだろ。まあでも 5% なら食うか。柔らかく食べやすかった。ゲロまず。氷って食いもんなのか。てかよく見たら割り箸より危険度高いじゃねえか。氷食って 11% で死ぬってどういうこと。喉に詰まって死ぬんか。え、まあでもまだお腹減ってるしな。食うわ。美味しかった。氷にうまいとかあんの。スカシカシパンか。ここに来て聞いたことないやつ来たんだけど。なんだよスカシカシって。肩スカシカゴラ。まあでも見た目ピザみたいだしね。うまいだろ。いい鮮度だった。よし、結構来たぞ。マナー啓発本。本じゃねえか。俺のことヤギかなんかだと思ってんのか。舐めやがって。でも食わないとヤバそうだな。危険度も案外低いしな。食べちゃうよーん。めちゃくちゃお腹すいた。何か食べないと死ぬ。苦しんでいるようじゃな。誰だ。そなたのこのゲームを授けよう。何、どうなってんだ。豚、なんで豚の危険度が51もあるんですかね。毎日数億人死ぬ計算になるぞ。んなこと言ってる場合じゃねえ。お腹も結構やばいし食っちまおう。気を取り直して。うん、時間割りようねー。時間割りよう。小学生ぶりのワードきたー。はい、やばいやつ来ました。食べ物以前にこの世に実在するか怪しいんだけど。まあでも危険度 42% だし、お腹中でやばいし食うよ。文明を感じる味だった。いや、なんで食えんねん。おい、リベンジしに来たぞ。紙風情が。小学生の紙媒体ごとき何も怖くないわ。ヤギだって紙食えるんだぜ。ヤギより強い人間が食えないわけないだろう。マリサー、お腹すいたー。なんか食べ物ない。お前にやる食べ物なんかね。お前にはこのゲームがお似合いだ。ってことでやっていきますか。あれ、なんでゲームなんかやってんの。お姉さん秒前の記憶ねえのか。はい、早速ヤバいのが来ました。もうこんなん食う食わねえの問題じゃねえだろ。モヤングに消されるわ。危険度も 37% で地味に高いし。よし、覚悟決めます。モヤングさん見ててください。大気を感じる味だった。いや、いけるんかい。このゲームの作者さんは食べ物という概念を知らないのかな。発泡スチロールなんか食えるわけねえだろ。文明を感じる味だった。だからなんで食えるんだよ。やばい、次食べないと死ぬ。なぜ神様はこんなに非情なのでしょうか。マジで一番食えるわけないやつ来たぞ。でも食わないと死ぬ。逆に案外いけるかも。覚悟決めるぞ霊夢。ふんふんふふーん、今日はいい天気ね。すいません、白菜もらえますか。お前にやる白菜はね、職務放棄じゃねえか。ということでやっていこうか。どういうことだよ。お、霊夢の大好物じゃん。もしかして私のことボスゴドラだと思ってる。まあ一般的に考えて食べられるよね。皆さん、この人は嘘のことを言っています。いや、そこまで言って食わへんのかい。おう、下敷きだ。なんか懐かしいな。だな、よく授業中にバリバリ食ったもんだ。え、嘘だよね。あ、危険度 12% は結構低いですね。これは食べられるかもしれません。だろ、理解してくれてよかったぜ。よし、じゃあ食べるわよ。は？いや、普通に考えて食えるわけないじゃん。さっきと言ってることちげえじゃねえか。今日は前から気になってた店に行ってみる。ご注文をお伺いします。オムライスとサラダお願いします。人に頼まないで自分で作れや。じゃあこの店なんなんだよ。じゃあやっていこうか。何がじゃあやねん。はい、お待ち。一品目は卵っきになります。完全にアウトだろ。え、これ許可取ってるよね。あ、これ取ってねえわ。ゲームなんて食えるわけねえだろ。そこはまともなんかい。食べたい気持ちはあったようです。お、将棋の駒じゃん。さすがにこれは食えないかなー。私らは藤井聡太じゃないからなー。え、もしかして藤井さんは駒食べてると思ってる。え、違うの。無知って怖いね。え、何これ。予告状か。心の海賊団ってやつか。このゲームマジでそろそろ怒られるだろ。食べたら心取られないんじゃね。そんな単純なものなの。盗まれるって物理的にかい。
食べないと締めの時間だ。チャンネル登録してね。一品目は小籠包。発音が本場すぎるだろ。てかなんで小籠包が危険度 17% もあるの。こう見えて実は玉ねぎだったとか。玉ねぎでも 17% はおかしいよね。まあでも 17% は食えるでしょ。うん、明らかに食べ物じゃないよね。何があったらこれを食べようと思うのかな。土地狂った小学生とかでしょ。どう土地狂ったらそうなるんだよ。でも見た目は全然いけそうだぞ。見た目だけじゃん。でも危険度 13% ってことは小籠包より安全なんだよ。確かに論破されてるじゃねえか。正解。やばい、食べないと死ぬ。ここでの判断はかなり重要だな。でも見てみて、今までで一番安全だよ。本当になんでだよ。キューパーならさすがに大丈夫だろ。まあ、さすがにね。これで死ぬわけないよ。なんでやねん。食べないと死ぬの時間だ。うわぁ。チャンネル登録してね。一品目は No meru your guru to 帰国子女の方ですか。飲めるヨーグルトってことはさ、飲めるよな。レイムどうしたんだ。こっちが聞き手は。私これ知ってる。あれでしょ、スティーブだよ。私も知ってるよ。のっち、それ開発者さんだから。まあ食えたら食うって感じかな。行けたら行くみたいなのに。95% 来ないやつね。じゃあ食えねえじゃねえか。食えるんかい。正解。黒板消しじゃん。懐かしいな。よく先生にいたずらしてたな。人の心ある？てかよく見たら土より危険度低いじゃん。このゲームあるある。危険度のチョイスが謎。ってことはさ、土が食えたんだから、黒板消しも食える。食べないと死ぬの時間ですよ。チャンネル登録してね。さて一食目は、スケジュール帳？とても食べられるとは思えないわ。あれだろ、食ったら書いてあること覚えられるんだろ。なんでアンチパンシステムなんですか。まあ言うて茶色いし食べられるんじゃない。霊夢さん、こういう文具は大体茶色いですよ。そんなことねえだろ。よし、これで覚えられる。無理だからね。正解。携帯電話。くそ、これ食っちまったらどうやってこのゲームすればいいんだ。心配するとこそこ。まあでもお腹空いてないしいいか。何か食べたの。あ、牛乳8リットルと食パン30斤だ。クソデブじゃねえか。な、ナマコ？お母さん。いやこれタマコじゃないから。名前似てるけども。なんでやねん。その声どっから出してんだよ。僕は食べられると思いますよ。国民的アニメがそう言うなら。どうしたんだフラン。ツイッターで炎上しちゃったんだよ。今は X だけどな。そういう時にはこのゲームをすればいい。こなそうだか、懐かしいなぁ。マリサ、それって持ってるだけで捕まるやつだよね。もっと炎上しちゃうよ。もしかして危ない粉だと思ってる。駄菓子屋とかにあるやつだよ。よかったぁ。マリサ普段から変な粉吸ってるから。マジで誤解されそうなこと言うのやめて。正解。チャンネル登録してね。過去一ヤバいの来ました。危険度 100% 超えてて草。これ食ったら確実にヤバいよな。そうだね、まず名前が塩かますだからね。だからなんでこのゲームは平然と食べ物じゃないものを出してくるんですか。この消火器を食えば私の炎上も収まるのでは。フラン、お前な天才か。この人たちはバカです。お前マジで頭良すぎだろ。そうと分かったら早速食べよう。なんでだよ。考えたらわかんだろ。食べないと死ぬの時間ですよ。チャンネル登録してね。昔の来た。そんなに言うな。でも言うて昔のやつだろ。100年前とかバカにしすぎだろ。っていうかそもそもこれ食べ物じゃないでしょ。でも食べられないわけではないらしいぞ。なんで食える可能性があるんだよ。え、ターミネーター。でもワンちゃんチロッキーらしくの可能性もあるよね。なんだそのうまそうな名前は。インフンでるだけじゃねえか。食わねえのかよ。なんでお菓子なのに危険度 34% あるんだよ。お菓子じゃなくてお菓子なんでしょ。意味わかんねえよ。持ちつまらせて死ぬみたいな感じじゃね。 34% で死ぬお菓子はもうお菓子と呼べねえんだわ。残念。うわー、お汁粉だ。美味しそう。でも危険度 29% もあるぞ。なんでだよ。これは食べても大丈夫です。私を信じなさい。神様。
ダメじゃねえか。ここまでのご視聴、本当にありがとうございました。実はこの動画の中にこいつが潜んでいるところが4つあったんだけど、みんなはわかったかな？ぜひ探してみてね。それじゃあ、さよなら。